福井市立図書館は、福井県福井市にある公共図書館である。1907年福井市立福井図書館は、旧福井藩を藩祖、結城秀康の300年祭の記念事業として、旧福井藩主松平家から福井市に寄付し開設することが決められ、1907年建設に着手された。寄付願いの書類は、松平公爵家令鈴木純道から、福井市長産品捨て録に1908年3月24日付で提出された。1908年3月に竣工。福井市内の有志者盆葉本願寺、福井別院林番外84人から福井市に書庫が寄付された。1908年8月、文部大臣の設立認可を受けた。市は職員を任命し、規則を制定や図書の整理等を行い、福井市城町旧下馬門内に1909年4月開館した。市立福井図書館と呼ばれていた。開館当初の敷地面積は約294坪、本館と付属建物約51坪、文庫棟15坪であった。本館は木造様式2階建て、文庫は日本式2階建て。開館当時の蔵書冊数は 25,790 冊で新聞、雑誌もあった。1945年アメリカ軍の爆撃の激化により疎開命令を受ける。7月13日から15日に蔵書のうち1万冊を花月国民学校へ、他に自動車4台分に積載した蔵書のうち1台分を粟田部の花形見文庫へ、3台分を西安居国民学校へ疎開。その後、2回目の花月国民学校への疎開を、準備中だったが、実現前の同年7月19日に空襲を受け、市立図書館及び花月国民学校が焼失。昭和14年4月1日時点で 37,000 冊だった蔵書のうち3分の2以上を失う。被災前に巡回文庫にて貸し出した 4,000 冊のうち、返却されたものは 1,200 冊に過ぎず、2,800 冊が散逸。大学、高校が集中した地区にある。辞典や地域関係の資料を多く揃えている。福井市立緑図書館、福井市立桜木図書館旧、清水町立図書館として開館し、2006年2月の市長合併により、福井市立清水図書館として開館した。2階に一般書、児童書コーナーの他に、郷土資料コーナーがあり、3階にはお話会や映画会、読書会などに使用する視聴覚室がある。検索専用とインターネット検索用のコンピュータが各1台ずつ設置されている。公民館、文化ホールなどの施設が併設されている。一般書、児童書コーナーと絵本コーナー、視聴覚室などがあり、利用者用の検索専用コンピュータ1台が設置されている。南面はガラス張りになっており、借景に配慮した構造になっている。ありがとうございます。